はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。小家です。よろしくお願いします。ですね、今日はもうちょっと小家さんちょっと作っちゃったんですけど、バナナクリップだけでもう巻かないでもそのまま作っちゃうアレンジをちょっとやってみました。まあ普通にちょっとお団子にしただけなんですけど、ちょっと可愛く、ルーズ感が出るような、バナナクリップのアレンジをやってみました。ありがとうございます。はい、で今日使ったのが本当セリアのバナナクリップと、あとこれちょっとケラスターゼのまだちょっと発売してないんですけど30日に出る5月の、はい、オレオリラックスってこうオレンジのシリーズあるじゃないですか、あれの、最新版のトリートメント、ちょっとサンプルいただいたらこれ使ったんですけど、まあ、これの情報また後日動画でアップしますので、オレオリラックス好きな方よかったら参考にしてみてください。まあ、このアレンジもちょっと今からやっていきますので、パパッとできるアレンジなのでよかったらそれも参考にしてみてください。それでは動画をスタート。じゃあ始めていきます。まずケラスターゼのこれちょっと新作のオレンジのやつですねをつけていきます。髪全体につけて、まあ、ちょっと潤いを出しておきます。で全体の髪の毛をまず後ろで半分に分けます。で半分で分けた髪をこうロープ状に編みます。で根元は結構こうしっかりめにきつくなるように編んであげるといいかなと思います。で編んだところでここもちょっとボリューム感が欲しいので編んだ状態で少しだけボリュームが出るぐらい形を整えていきます。で編み込んだっていうかこうロープ編みした髪の毛を毛先をこう巻きつけていきます。でねじった方向に巻きつけていきます。で毛先はこうなるべくこうしまい込むような感じで、ちょっとこの辺でお団子状になれば OK です。で次にセリアのバナナクリップをつけます。で根元の部分とあと毛先の部分を挟み込むような感じでつけていきます。で挟んだ後に毛先の部分を少しだけ広げるような感じ、あんまりこう出しすぎてもちょっとバランスおかしくなるので、ちょっとこう毛束を出してルーズ感を演出します。あとこういうちょっともみあげとかこの後ろとかの遅れ毛というかこう細かい毛が出てくるかなと思うんで、そこにまたケラスターゼのオイルをつけてまとめていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。本当にちょっとロープ編みしてバナナクリップで留めただけなんですけど、結構シンプルに可愛いアレンジになるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。